how are you? It's me, Sonai. Welcome back to my channel. さあ、今日は大文字が絵本の中に出てきたら、ちょっと子供が戸惑ってしまった。どういうふうに対策を取ったらいいですかという、ご質問結構これありますね。で、結論から言うと、もうお伝えして、子供にこれはこういう音だよと、で、大きい文字、大文字だから、今は習ってないんだけど、この小文字をしっかり覚えた後に習うよっていう感じで、伝えてもいいかなと。まあ、小学生ぐらいでしたらそういう感じで OK かなと。幼児さんに関してはもうこの音はこういうふうに言うんだよ。で、とは言っても口だけだとうんって納得がいかないお子さんもいるかもしれないので、まあ、こういうワークの後ろにあるこれと同じ音だよとか、こう文字を見せて、伝えてもいいですし、まあ、こういう表を使って、じゃあ、そうですね、あんまりこう似てないのが、do とかだったらこの音だよとか、これなんだっけって質問して do だね、そうだね、じゃあ、do から読んでみようかっていう感じですかね。で、まあそういうのも OK だと思いますし、何回も何回もこう間違えてしまうとか、逆にちょっと大きい小学生のお子さんで、しっかり理解力もついているお子さんであれば、もう同時に大文字も一緒に覚えさせたいんですっていうお母さんもね、たまにいらっしゃいます。そういう時はこういう付箋をね、こう上に貼ってあげるんですね。そうすると、あ、これが大文字でこれが小文字なんだと。で、まあ小さいお子さんでももちろんね、こういう対応も OK だと思います。何回も聞くんじゃなくて、この上を見て読む。で、自然と何回も見るので、あ、なんかもう一つの文字があるんだなっていうのを分かる。認識して、その後少しずつ深く覚えていくっていう形がいいかなと思います。はい。今日は文字、小文字と大文字があるけれども、絵本の中で小文字が出てきた時に、どう対応するのかっていうお話でしたね。絵本の中は大半が、小さい文字、小文字ですので、まずは小文字を覚えること。ジョリーフォニックスにおいては、まず一つ目が小文字。そして、しっかり42音を覚えた後に、大文字を扱う。そんな順番で、指導していくということですね。はい。何かヒントになりましたらすごく嬉しいです。チャンネル登録、いいねボタン、いつもありがとうございます。Alright, thank you for watching this video. See you next time. Bye!